以前紹介したクリアのクッションファンデに新作が出たのでそちらを使っていきます。こんにちは、池田しおりです。はい、今日はこちらのクリオの大人気のクッションファンデーションを使ってちょっと動画を撮ってみました。最近ちょっと韓国に行ってもうどうしてもこれが欲しかったので買ってきたんで、ちょっとぜひ買うの悩まれてる方、新しいのが気になる方、この動画を見て参考にしてみてください。それでは動画スタート。こちら側はセミマットな仕上がりなのでかなりカバー力があります。触るとサラッとしています。こちら側はツヤ重視になるのでカバー力は少し落ちますが、ツヤが欲しい方にはかなりおすすめです。それではお顔に塗っていきます。まずこちらを使って塗っていきます。結構出ちゃう、ついちゃうので一回ここに置いて量を調節するのをおすすめします。では塗っていきます。ほっぺの広い範囲から塗っていきます。私は結構ニキビ跡があるんですけど、割と赤みは抑えれるかなと思います。目の下も薄く塗って、かなりニキビ跡の赤みは消えたかなと思います。こんな感じです。反対側にこちら塗っていきます。こちらのファンデーションもかなり少量でツヤが出るので必ずここで量を抑えていきます。では塗っていきます。こちらはカバー力はやはり少し欠けますが、すごいツヤが出てくれて綺麗な仕上がりになります。目の下と鼻はかなり薄付けで大丈夫だと思います。こんな感じです。はい、実際に塗ってみました。もともとこっちがあって、今回韓国に行ってきたので新作の方をちょっとゲットしてきたんですけど、やっぱカバー力が欲しい人はこっちが本当におすすめです。結構そのニキビ跡とかも、まあ、しっかりなくなるっていうよりか赤みが抑えれるぐらいなんですけど、で触り心地もちょっとサラッとしてる感じですね。でツヤが欲しい人には本当こっちがおすすめです。私はこっちの方が好きでした。ちょっとツヤっと今っぽい質感になるので、その違いで買うのをちょっとこう考えてる方は検討してみてください。で色は、両方私3番なんですけど、韓国の BA さんに色見てもらって買ったんですけど、結構割と全部明るめの色なんですけど、3番が一番真ん中の色で日本人には3番が合うと言っていました。私は4番でもいいのかな、もう一つ暗い色でもいいのかなと思ったんですけど、それだと結構黄みが強くなっちゃうので3番がいいとのことだったので、ちょっと買うの悩まれてる方は私ぐらいの色の人は3番がおすすめだと思います。はい、それでは、動画参考にしてみてください。さよなら。Thank you.